三好演芸場は、神奈川県横浜市南区にある大衆演劇の劇場である。1930年、中村川に架かる三好橋のたもとにあった銭湯、草津温泉の2階の休憩室が、素人による義大融雪や琵琶などの貸詞席として供されたのが、三好演芸場の始まりで、当時は、三好館や貸詞席三吉と呼ばれていた。百三十八年頃には、 大衆演劇が上演されるようになったが、第二次世界大戦により1943年には閉鎖を余儀なくされた。横浜大空襲の戦火を免れた同館は、1950年に三好劇場と名を改め再開。1961年からは、三吉東映の名で映画の上映も行い、映画も芝居も楽しめる劇場として親しまれた。昭和40年代に入ると、 家庭のテレビの普及により観客が減少、経営難のため工業士は営業権を放棄した。1973年、二代目オーナーとなる本田玉江が劇場経営を引き継ぎ、大衆演劇専門劇場として再出発した。当初は客の入れは少なかったが、伊勢崎町で人力車を走らせたり、中村側で船乗り込みを行ったりして宣伝に努めた。 近隣のマガネ町出身の話か、桂ツラ・丸も、この頃から定期的に独演会を行った。1990年代に入り、娯楽の多様性による観客減少や建物の老朽化により廃業の危機に直面した。歌丸は、三好園芸場を残す会会長として尽力し、横浜橋通商店街や三吉橋通商店街の、 協力も得て2500万円の寄付が集まった。1996年から建て替え工事が行われ、1998年に新たな演芸場がオープンした。上層階は横浜市住宅供給公社による賃貸住宅レシェーナとなっている。2000年、母親の後を継ぎ本田博士が四代目社長となる。一般的な上内小屋1ヶ月間単位の 公演期間のうち休演日を設けていないが、本館では役者のリフレッシュを目的として月曜日を定休日としている。役者へのギャランティを増やしモチベーション向上につなげるため、観劇量も他館に比べやや高めの設定になっている。公演内容は一部が自己紹介を兼ねたミニショー、二部が芝居、三部が歌謡ショーの三部構成となっている。ありがとうございます。